1号艇高倉和人選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。まずは準優勝戦を走り終えて、ここまでの船足の仕上がりから教えていただけますか。1走目だけちょっと合ってない感じだったんですけど、うん、初日の後半からは結構いい調整ができていて、日に日に良くなっていると思います。はい、こう中でもこう気に入っているところとか特徴などはどうでしょうか。昨日までは出足回り足系がいいなと思ってたんですけど、はい、今はもうどちらもいいと思ってます。じゃあ全体的にバランス取れてるような。そうですね、バランス取れて上位だと思ってます。わ、はい、かりました。さあ雪環状の乗り心地や操縦性も問題はなさそうでしょうか。はい、大体大丈夫です。はい、わかりました。さあ明日優勝戦に向けての作業は何かイメージはありますか。気温等が変わらなければもうこのままいけそうなんですけど、もし乗ってみて違和感があれば微調整だけしたいと思ってます。はい、さあ明日は1号艇でのレースとなりました。今節スタートの見え方は改めていかがでしょうか。スタートそうですね、時々届いてない時があるので不安ではあるんですけど、遅れないように仕掛けたいなと思ってます。はい、わかりました。さあそれでは最後にファンの方に向けて一言お願いいたします。はい、優勝していい年、いいスタート切れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。